兄ちゃん。こんにちは。ファイバーです。みずきちゃんもエリナも来てくれたんだね。悪くないよ。たまに軽い頭痛がするくらいで、今は平気だよ。昨日倒れた時、頭とか打ったわけじゃないのね。うん、大丈夫。いくら私でもそこまでドジじゃないよ。お兄ちゃんひどいよ。これお見舞いのお花。私の好きなアルストレメリアだよ。さゆきが喜ぶと思って。私はこれです。これも好きなんだよ。みずきに見立ててもらったです。確かに好きだけど、どうしてお兄ちゃんだけ食べ物なのよ。しかもたこ焼き。ロマンチックじゃないもん。この空の花瓶、使っていいのかしら。うん。じゃあ、お水、汲んでくるわね。私、果物ナイフ借りてくるです。Thank you.
そんなところで変わりたくないよ。というか、どうしてそんなこと聞くの？そういうの興味なくて。そりゃ死ぬほど退屈だよ。でももう慣れちゃった感もあるけどね。楽しそうだね。それはどうかわからないけど、さゆきちゃん、検温の時間ですよ。はい。
あら、もしかしてさゆきちゃんの恋人さん？やだ、玉尾さんったら。これはごめんなさいね。さゆきちゃんのお見舞いに来てくれたのね。ゆっくりしていってくださいね。何かあったの？ほら、さゆき、そんな顔してないで。シュークリーム焼いてきたの。さゆき、好きでしょ？本当に？嬉しい。ハードタイプだね。私のシュークリーム。シュークリーム。ナイフとフォーク探してるんだよ。確かここに。ほら、あったあった。
扱いするんだから。みんないいな。学園生活楽しそうで、入院って退屈なんだもん。読書はしないの？好きだったでしょ？お母さんが買ってきてくれた本が何冊かあるんだけど。みんな難しいんだもん。今度来るとき、何か持ってきてあげましょうか。本当？ええ、何がいい？童話が読みたい。動物が主人公の。大人の方でも楽しめる児童文学はありますし、さゆきももう立派なレディーです。ありがとう。兄様もエリナもお気をつけて。また明日です。おやすみなさい。
あれ、美咲くん、どうしたの？珍しいよね。それね、実は私も今考えていたところなんだけど、とりあえず本人の意思って大切だと思うから、一応エリナに聞きに行かない？美咲くん、それはしょりすぎ。エリナは朝、目覚ましはどうしているの？時々バラバラ破壊されてます。犯人はタロちゃんですか？犬違います、狼です。それに名前シロと違います。そう、タロのことは置いておいてね。エリナは朝どうする？やっぱり一人じゃ起きられない？今までさゆきが起こしてくれたですが、しょうがない。じゃあ明日から私が起こしに来ます。
でも私がここにいるのは来週までだからね。さゆきちゃんがそれまでに退院してこなかったら、再来週からはエリナ一人で起きなくちゃならないの？大丈夫？私も協力するから、一人で起きられるよう努力してみましょう。はい。うん、いい返事。期待してるわよ。